皆さん、はじめまして。赤松雅也です。私は普段、海や花を中心にファインアートフォトの制作をしています。この動画を撮影している現在も、コロナウイルスが全世界で猛威を振るっており、今朝のニュースでは感染者数が900万人を突破したとありました。そこで今回、つながろうアートの企画を通して、私が自粛期間中に撮影した作品、オーブ。こちらの作品の制作風景を実際に再現してみることにします。どうしても写真の作品作りというと一般的にお祭りやイベント、街のスナップしか作品作りができないとお考えの方も多いかと思います。ですが自宅で自然光を使い身近なものだけで作品作りというのは十分に可能です。では実際にやってみましょう。これが今回の撮影に使った道具です。まず三脚とカメラのリモコン、レリーズです。三脚は必須ですが、レリーズは必ず必要というわけではありません。レンズはソニーの 90mm マクロレンズを使用しています。マクロレンズがない場合、望遠レンズでも撮影可能です。次に表面がまっすぐになっているフラワーベース、花瓶です。本当は水槽を使いたかったのですが、残念ながらうちにはなかったし、買っても後で邪魔なので、こちらを Amazon で購入しました。そして中に沈めるガラスのオブジェです。これは近所の100均で買ったもので、以前何かの撮影に使えそうだなと思って買って1年ぐらい寝かしておいたのですが、今回やっと出番があったというわけです。次に食紅、スーパーでも売っていると思いますが、ついでだったので Amazon で4色セットのものを購入しました。絵の具でも代用できるかと思います。次に背景に使用する画用紙です。こちらも100均で10色がセットになっているものを購入しました。ちなみに先ほどご紹介した作品オーブでは白の背景を使用しています。最後に雑巾です。水をこぼしてから準備しても遅いので前もって準備しておいてください。それでは撮影の準備を始めます。水を張った花瓶を直射日光の当たらない位置にセットします。そしてオブジェを好きなように並べます。光の当たらない位置を選んだのは花瓶に光が反射するからです。次に花瓶についた水滴はきれいに拭いておいてください。この作業は完成度に影響します。次にカメラの設定ですが、今回は絞りとシャッタースピードの両方を決めたいので M モードにします。被写体をある程度はっきり写したいので絞りは16に、シャッタースピードは落下する食紅の動きを止めたいので25分の1秒よりも早い方が良いです。 ISO 感度は被写体の明るさがちょうど良いくらいになるまで調整してください。ピントは必ずマニュアルフォーカスできっちりと合わせてください。今回の場合は被写体の先端にしっかりと合わせます。それでは実際に撮影を開始していきましょう。次に背景色を変えてみます。以上になります。皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。冒頭にもお話ししましたが、コロナウイルスの感染者数が全世界で900万人を突破したとありました。感染を広げるのは簡単ですが、封じ込めるのは本当に大変です。皆さん精神的にも窮屈な毎日を送っていらっしゃるかもしれませんが、一緒に頑張りましょう。ではつながろうアート。